で前橋記念12レース決勝優勝しました、小林大輔選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず入場からすごい声援でしたけども、はい、どうでしたか。そうですね、やっぱ声援はすごい力になりました。佐々木選手がスタートを取りに行って前行きになりましたけども、はい、作戦はどういった作戦だったでしょうか。そうですね、他のラインがどこ取るか分かんないんですけど、どこでも取れた位置からの作戦はありました。的場選手が気に入ったところをですね、はい、松木選手が突っ張って、すかさず、森田選手が来ましたけども、あそこはどうでしょうか。そうですね、松木が強い気持ちで先行してくれたんで、もうすごい頼もしかったです。最後番手から出るタイミングはちょっと難しかったのかなというふうに見えたんですけども、どうでしょうか。そうですね、森田がずっと並走したんで、その後ろの平原さんがなかなか見えなくて、ちょっと出るタイミングが難しかったです。もうちょっと早ければワンツーも決めれたかなっていう。そうですね、そこはちょっとやっぱワンツー決められなかったんで悔しいです。ようやく初めて記念で決勝、地元記念決勝に来て優勝できたということで、どうですか感想は。そうですね、やっぱ力足らないところもあったと思うんで、次の G1 の舞台でやっぱ活躍できるようにもう一回足をつけ直したいです。応援いただいたファンの方へメッセージよろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。次は G1 の舞台で活躍できるようにもっと練習頑張ります。応援連日ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。